皆さんこんにちは、ポンポンゆうりです。ということで今回は、まあ、タイトルにもある通りこちらのチューシーのリップティントのクレンザーを買ってきたので、こちらをね試してみたいと思います。前回ねこちらのリップティントを試してみて今こんな感じになったんですけども、まあ、まだ前回の動画を見てないよって方は下の概要欄からかこちらのカードから飛んでいただけるとあると思いますので、ぜひ先にそちらを見ていただけると嬉しいです。ぜひ先にそちらを見ていただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。ということで今回はねこちらのクレンザーを紹介したいんですけども、ほい、こちらはね緑のパッケージになってて、ヨーグルトの香りがするみたいです。ヨーグルトの香りかって思うんですけど、どうなんですかね。もう一度近くで見るとこんな感じなんですけども、皆さんこんにちは、ポンポミユリです。ですね、今回はミートモっていうね新しいアプリが、任天堂のアプリなんですけども、任天堂がアプリを出したってことでね結構話題になってるので、私もちょっと早速実況をねしていきたいと思います。あなたの生年月日を入力してください。はい、私二十歳なので1995年の誕生日8月6日です。登録ダウンロード完了まで飛ばします。今気づいたけどさ、ダメだこれ、ダメだ、ダメだ。0時00分から設定が始まりました。こんなチャンネル初だ。そうだよ、いきます。はい、こんにちは、ポンポミユリです。こんにちは、ポンポミナトです。ぐだった、ちょっと最後最後やめよ、ちょっと最後ぐだった。じゃあありがとうございました。いただこう、バイバイ、バイバイ。あ、ちょっとなんかあれ取っとこうかな。あの仕上がり、仕上がり、マジほんと日向じゃんね、すごいね。日向のチャンネルそんな物取りやんねえから。物取りね、物取りやんねえから日向のチャンネルは。使うか分かんない。とりあえず皆さんこんにちは、ぽぽぽ。皆さんこんにちは、ポンポミユリです。今回はですね、こんにちは、ポンポムゆりです。今回はこちらジェリーの付録がねこんな感じで載ってるんですけども、ここすごくないですか。ください、参考になったら、この動画がね参考になったよって方はチャンネル、あこの動画が参考になってこの動画が参考になったよっていう方はグッドボタンよろしくお願いします。チャンネル登録がまだお済みでない方は下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでポンポミユリでした。バイバーイ。もちこパーカー買いました。かわいい、もちのやつ買いました。なんか本当にかわいかったので、普通にね普段 YouTube 関係にお金は本当に一切使わないんですけど、ちょっとこれはねかわいいし、ちょ
ちょっと木下ゆかちゃん好きなんで買いました。ぜひ木下ゆかちゃんの、ぜひ木下ゆかちゃんのチャンネルにリンクが多分貼ってあるので、覗いてみてください。なんでうちが宣伝してんだよ。バイバイ。これ M なんですけど、私肩幅広いんですけど、なんか肩幅もちょうどよくて L でもよかったかなって感じですね。まあ多分普通の159センチくらいの160センチくらいの子は普通に M で割とまあ普通サイズなんじゃないかなって思います。バイバイ。